こんにちは。今回はですね、また車中泊に来ました。で、場所はですね、上関町というところの、海水浴場かな。今回はですね、海沿いでやってるので、多分外出ると寒いんですが、今時間はもうちょっとで夜6時になるんですけども、今のところは大丈夫です。今日のご飯は何にしようかなとちょっと考えたんですが、ですね、前に、子供と一緒にスキレットでスパゲティを作るっていうのをやったんですけども、それをですねまた作って食べたいなと思います。今日もですねあんまり大したものは持ってきてないんですけども、まずはこれがパスタの材料、パスタの麺と、あとはこの塩コショウがあって、トマトジュースと、家から持ってきたんですけども、クラフトの細切りモッツァレラで、あとはこの粉チーズと、パセリと、ちょっとしか残ってませんけどタバスコ、もう切ってきてるんですけども、エリンギとベーコン、それとあとこれですね、水。以上がですねパスタの材料ですね。あと買ってきたのが、タイの刺身と、オリーブオイル、それとですねオリーブオイルと混ぜるだけでできるカルパッチョの素、これも家から持ってきました。なので、このタイの刺身はカルパッチョにしようかなと思ってます。作ってから置いといた方がいいので、まずカルパッチョからいきましょうか。まあ作るっていうほどやることもないんですが、まずはボウルの中にオリーブオイルを入れていきます。今度は、このカルパッチョの素ですね。ほんと入れるだけなんで特にすることはないんですけど、家でやるときはですね、こう野菜切ったりとか自分でソースを作っても面白いとは思うんですけども、とりあえずこんなになってるのでこれを混ぜるだけですね。このよくお刺身についてるこの人参とか大根とかっていうのは少々入ってもいいのかなと思います。これもね捨てるのもったいないんで使っちゃいます。であとは、これにまぶすだけです。でまぶしたら、すぐ食べたいんですけど、多分30分ぐらい置いた方が味がつくと思うので、このまましばらく置いとこうと思います。前回ですねキャンプで買って結構美味しかったこのプダっていうのをまた買ってみました。それと今回から追加された寝袋です。これは家以外で使うのは初めてなんですけども、多分活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。まだちょっとね外は明るいんですけど、ちょっとですね初めて来る場所なので、なるべく早めに料理しちゃいましょう。ガスを使うので今ちょっと窓を開けたんですが、さすがにねちょっと寒いですね。このパスタの作り方なんですが、以前動画見ていただいた方は多分すぐ分かると思うんですが、すごく単純です。まずですねコップにお水を入れます。ここにですねトマトジュース、塩が入ってるやつですね。塩が入ってるトマトジュースをまた1杯入れます。でこれから火をつけますね。これを沸騰させていきます。で、沸騰したらですね、この中にベーコン、今回もちょっとエリンギを入れてみようかなと思います。今日ちょっとですね持ってくるの忘れたんですけども、ここの中に、鷹の爪をこう潰しながら入れてもですね辛くて美味しいですね。よし、じゃあ沸騰し始めたので、ここに、パスタを入れていきます。でパスタは、こう出したものをこれを半分に切ります。半分に切ってもこの中にバラバラっと入れて、ついでにちょっと塩も加えておきます。この状態で蓋をしてだいたい5分ぐらい置きます。そろそろ5分経ちますね。ちょっと明らかに水とトマトジュースを入れすぎましたね。全然水気が飛んでくれないです。ちょっとですね、水分を多くしすぎちゃったんですが、味は大丈夫だったんでですね、もしこれ作る人がいたら、ちょっと水は半分ぐらいでいいかもしれないですね。さあチーズをかけたら今度はタバスコ。寒いんでですね、スープパスタを作ったと思うようにしましょう。でここにあとはパセリ、それとあとはさっき作ったこのカルパッチョですね。ちょっとパスタからいただいてみましょう。とろっとしてますけど、あ、これぐらいスープがあってもいいかもしれないですね。結構温まりますねこれ。カルパッチョもちょっといただいてみましょう。しっかり味がついてますね。これもいただいてみます。ああ、美味しい。いやー、美味しい。これですね、パスタはパスタでもちろん美味しいんですけど、こうやってね、この細切りのチーズをバーってかけて食べるのもまた美味しいんですよね。こんな感じになってます。見えるかな。一応ですね、お皿も持ってきたのでお皿にも移しましょうか。ちょっと食べにくいですねこれ。ですね、このパスタも、味付けがトマトジュースと、塩コショウだけなんで、ちゃんと味がついてるのかなって思うかもしれないんですけど、多分見てて思ってる以上に味がついてます。これはしっかり結構ね、お店で食べるような感じですねこれ。ですね、カルパッチョも食べたので、ついでにもう一個ね、おつまみを作ろうかなと思います。これはですね、明太子です。明太子なんでこのまま食べても美味しいんですけども、ここに、まずオリーブオイルをちょっと垂らして、でこの上にですね、今度粗挽き胡椒、もうこれだけでですね十分立派なおつまみになるんじゃないかなと思います。うん、美味しい。もうただですね、普通の明太子にちょい足しするだけなんですけど、味が全然変わってね、これは多分美味しいと思いますよ。今ですね、時間が、8時11分、6時前ぐらいから来たんで、まだ2時間ぐらいしか経ってないんですけども、これからもう自分のね、一人でゆっくりする時間にしたいなと思うんですけども、今日はですね、また一応おやつも用意してます。で、おやつはですね、1個はこれ、ラムネ。で、もう1個は、今回はですね、グミを買ってみました。で、グミはこちらです。ひもきゅうで、それだけかと思いきや、今日家を出る前にうちの奥さんがですね、荷物を結構まとめてくれてて、何も言わなくてもですね、そういった細かいことをやってくれたりとかするんで、本当にね、感謝してます。いい奥さんだなと思いますよね。で、そのうちの奥さんが荷物と一緒に入れてくれたのがこちらです。ラムネ。またラムネかって感じなんですけども、前回のね、車中泊の動画を見てラムネ入れないとなって多分思ったんでしょうね。思ってくれたんだと思います。なんでラムネが入ってました。自分でも一応これ買ったけどこっちからね食べないわけにはいかないと思うんで、こっちからいただこうかなと思います。ちょっとね、まだ8時15分なんで、のんびりちょっとやりましょう。じゃあ屋外で寝るのは初めてなんですけども、寝袋、これで寝てみようかなと思います。足のところもですね、しっかりこう空気が入ってますね。で、今ここにいるのが瀬戸内海の海沿いなんですけども、これ見てわかる通り薄着です。今だいたい夜の10時ぐらいなんですけども、室内がですねちょっと寒くなってきたかなっていうような感じですね。なんですけど、十分あったかいですね。で、前回のレビューで、足元がちょっと寒いっていうお話をしたんですけども、あの時は裸足で、今は靴下履いてます。で、靴下履いてると全く問題ないですね。ちなみに今が2月1日なんで、真冬っていう感じではあるんですけども、車中泊でも思った以上にあったかいですね、これ。じゃあもうこのまんまですね、朝までゆっくり寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。5時50分になりました。今はですね、フロントガラスは凍ってないんですけども、朝起きた時はもう完璧に凍ってました。なので気温は多分マイナスにはなってたんだと思います。初めてですね、車中泊で寝袋を使ったんですけども、寒かったかどうかっていう点に関しては全く寒くなかったです。やっぱりですね、自分の体温で中がどんどん温まっていってる感じだったので、まだまだ寒くてもこれは使えるんじゃないかなっていうような感じがしてます。安くもなく高くもなくっていう寝袋ではあるんですが、やっぱりですね、値段通りの活躍はしてくれたんじゃないかなと思ってます。今回は車内でしたけども、まだまだ寒いとこでも行けそうなので、テントを張った中でのキャンプであれば問題なく行けるんじゃないかなと思います。この辺はですね、そこまで寒くはならないので、テント張ってなくても行けるとは思いますけどね。あとちょっと今回残念だったのは、トマトパスタを作ったはいいものの、いつも使ってるコップではなかったので、量をちょっと入れすぎちゃったっていうのが、ちょっと残念なとこではあったんですが、見てる方にできるだけ美味しそうって思ってもらえるようなものを取りたいので、またいつかですね、このトマトパスタを多分リベンジするとは思うので、その時はですね、美味しそうな絵が届けられるんじゃないかなと思います。ということでですね、第2弾の車中泊でした。それではまた次回に。